ルネラリック、1860年4月6日から1945年5月1日は、19世紀から20世紀のフランスのガラス工芸家、金細工師、宝飾デザイナー。アール・ヌーボー、アール・デコの両時代にわたって活躍した作家。前半生は、アール・ヌーボー様式の金細工師、宝飾デザイナーとして活躍し、その分野で名声を得ていた。金細工師、宝飾デザイナー時代から、ガラスをパーツに用いていたが、ガラス工場の経営者に転身するのは50歳を過ぎてからである。1860年、フランス、シャンパーニュ地方マルヌ県アイ村に生まれ、パリで育った。1876年、パリの装飾美術学校に入学し、宝飾工芸科で、金細工師のルイ・オーコックで学んだ。パリに帰ったラリックは、1882年頃から、フリーランスの金細工師、宝飾デザイナー及びグラフィックアーティストとして活動し始め、1885年にはパリのバンドーム広場にアトリエを構えるまでになった。この頃のラリックは、主に女性向けの高級アクセサリーをデザインしていた。カルティエなどの著名な宝飾店にも作品を提供し、当時の巧妙な女優、サラ・ベルナールも顧客でった。1897年、レジオン・ドヌール勲章を受章。1900年のパリ万国博覧会では、宝飾作品が大きな注目を集め名声を得た。ラリックは1892年頃から宝飾品の素材の一部にガラスを取り入れていたが、本格的にガラス工芸の道へと進んだのは、ファッションの流行がボリュームのある。ふくよかな服装からシンプルなライを強調するスタイルに移ったため、派手な装飾がある宝飾品が売れなくなったからと言われる。実際に1905年頃を境にして、ラリックのジュエリーは人気凋落が著しく、評論家たちは手のひらを返したように、ラリック作品に陳腐、悪趣味といった悪評を浴びせかけた。1908年、ラリックはコティの注文により、香水瓶とラベルのデザインをした。優美なデザインの瓶に香水を詰めて販売するというのは当時においては斬新な試みであった。同じ1908年、ラリックはパリ東方のコンラビルにあったガラス工場を借り、後に購入、本格的にガラス工芸品の生産を始めた。1918年にはアルザス地方のに新たな工場の建設を始め、1922年、1921年とも年に完成した。これが21世紀の今日まで続くの起源である。1912年に宝飾品の展示会を開いた後、ガラス工芸品の製造に専念するようになった。香水瓶、花瓶、オケ時計、テーブルウェア、アクセサリーなどを手掛け、1920年代頃からはガラスの分野で、再び人気作家の地位を取り戻した。1925年のパリにおける現代装飾美術、産業美術展では、ラリックのために一つのパビリオンが与えられた。時流に沿って、幾何学的構成の文様や機形を採用するようになり、アールデコ様式の流行の一翼を担ったとされる。1920年代から1930年代のラリックは、パリ号、イルドフランス号など、大西洋横断航路の豪華客船や、オリエント急行の客車などのインテリア、ダイニングルームなどのガラス天井、装飾パネルを担当した。また、レストラン、ホテル、邸宅などの装飾、ステンドグラス、噴水など、様々な分野に活躍の場を広げた。シボレーやジャガー、ロールスロイスなどのカーマスコット、自動車のボンネット先端につけた装飾作品も、多数ある。日本との関係では、1932年に、旧皇族朝香宮邸、現、東京都庭園美術館のガラスの扉や、シャンデリアなどの制作を受注している。1945年に亡くなるまでラリックは、数多くの作品を発表したが、晩年はリウマチが悪化して、デッサンが描けなくなった。20年代から、娘のスザンヌがデザインを手掛けたものも、ラリックの名前で表されたので、作風に相当な幅が見られる。事業は、息子のマルクが継ぎ、近年までラリックの孫娘であるマリー・クロードが経営とアートディレクションを担っていたが、マリーは1994年にラリック社の株を売却。血縁者による経営は終わりを告げた。ラリック社は現在、化粧品や香水の容器を製作するポシェ社の傘下に入っている。また、日本法人のラリック株式会社は、2005年7月31日付で会社を清算している。ラリックのガラス工芸品には、動物、女性像、花など、アール・ヌーボー時代に好まれたモチーフが多く見られる。素材としては、乳白色で、半透明のオパルセントグラスを好んで用いた。これは、光の当たり方によって、色合いが微妙に変化するものである。1920年代中頃からは、色ガラスの作品も増えるが、色ガラスを使う場合も、単色で用いることが多かった。技法的には、鋳鉄製の型を使った、型吹き成形及びプレス成形によるものが多い。これらの工程は機械化され、大量生産に対応していた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。